どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆうきです。今日はですね、購入品の紹介動画にはなるんですけど、ちょっといつもとですね、路線を変えまして、皆さんはヒスコレ好きですかね？巷ではですね、前年のアーコレとか、その前のレアコレに比べると、残念ボックスみたいな感じで言われがちではあるんですけど、僕はですね、かなり好きなんですよね。そしてこの YouTube を始める前からですね、個人的にずっとやってたのがあって、それがですね、ヒスコレのカードフルコンプ計画みたいなのをですね、実は進めておりました。当然ですね、まだ全部揃ってるわけではないんですけど、ヒスコレのレリーフであったりプリシクをですね、見かけたらちょこちょこ買うようにはしておりました。そんでですね、ヒスコレあんま好きな人いないかなと思って動画にはしてこなかったんですけど、今回ですね、ちょっと試しに動画撮ってみようかなと思ってカメラを回しております。で、今回ですね、買ったカードがですね、4枚になっております。全部ですね、プリシクになっております。そちらをですね、ご紹介して、せっかくなんで、ファイルに閉じるところもですね、お見せできればなと思っております。じゃあ、買った4枚ですね、こちらからご紹介したいと思います。では、まず1枚目ですね、こちらになります。デュエルアカデミアのプリシクですね、お値段280円ですね。もうヒスコレのですね、人気のないプリシクはですね、頑張ればこれくらいの値段でですね、買うことができるになっております。お値段280円でめちゃめちゃ安いですね。2枚目がこちら。デュエルタワーアルカトラズのプリシクですね。こちらも同じく280円になっております。ヒスコレの残念な点を挙げると、マジックカードが多すぎですね。あれはちょっとコナミがですね、やっちゃったかなと思いますね。で、3枚目も当然マジックカードにはなってますが、こちら。Into the Brains ですね。こちらのプリシクになっております。お値段580円ですね。前の2枚に比べるとちょっとお値段は上がっております。デザインも結構悪くはないですよね。で、最後がトラップになっております。こちら。運命の囚人ですね。こちら380円になっております。今回ですね、こちらの4枚を購入してきたので、とりあえずスリーブに入れてですね、ファイルの方に今から入れたいなと思っております。それでは、入れよう、ファイル。はい、無事にですね、ファイルを召喚することができました。僕はですね、この戦闘機のファイルにヒスコレのカードのみをですね、今コレクションをしております。ちょっとこのファイルをですね、映すアングルとかがですね、ちょっと初めてなんで、ちょっと見にくかったり、光の反射でまたちょっと見づらいところがあると思うんですけど、大変申し訳ない。で、今回買ったこの4枚をですね、入れていきたいなと思っております。で、僕はですね、これ上から型番順に入れるようにしております。上のですね、上段はちょっと持ってないんですけど、ブルーアイズ、レッドアイズ、ブラックマジシャンで揃えたいなと思って、開けております。このレッドアイズはですね、地引きすることができた唯一のウルトラレアになってますね。で、その後からはですね、全部3種類をコンプリートしようかなと思ってます。左から通常シク、レリーフ、プリシクですね。この順番でですね、全部統一しております。で、プリシクがないカードもあるので、そのカードはですね、ちょっとレアリティがガクンと下がるんですけど、ノーパラを入れるようにしております。もう見た目、光り方一緒ですからね。で、カオスソルジャーも全部コンプですね、しております。で、レッドアイズソウルは、プリシクがまだ見つかってないので、ファイルが空いてるような感じですね。で、今回買ったこちらですね、アルカトラスですね。こちらのプリシクを手に入れたので、入れていきたいと思います。いや、ファイルが埋まっていくのってですね、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。本当はですね、今年の2月に発売されるお祭りボックスまでにですね、コンプリートしたかったんですけど、残念ながらですね、ちょっとこれは間に合わないかなって感じですかね。で、ソウルエナジーマックスはコンプリートで、オルタナティブがですね、ちょっとレリーフをまだ持ってないですね。で、右のページはもう全部完成ですね。あれ、ちょっと待てよ。ご覧の皆さん、大変残念なお知らせが一つございました。今回買ったデュエルアカデミアですね、なんとプリシク持ってる。しかもこの感じ多分地引きしてますね、これ僕。結構ですね、同じカード買っちゃったりをですね、よくやっちゃうんですけど、いかんですね。やっぱ携帯のメモ機能かなんかに載せとかないかんですね。やっちまったなぁ。何やってんだ俺は。あと2枚あるんで気を取り直していっていきましょう。次のページですね。こちらからヒーロー系とかですかね。ウェイクアップユアエレメンタルヒーローに関してはプリシクまで地引きしておりますので全部揃ってますね。この辺がちょっとまだ揃ってなくてですね、プリシクがやっぱり値段がするからですね、まだ集めきれてないような感じですね。右のページも、ユベルのレリーフがまだ揃ってないですね。お次のページですね。
ああ、ここも結構まだ空きが多いですね。レインボードラゴンのリリーフもまだ持ってないですね。ライディングデュエルアクセラレーションはですね、2枚地引きするというですね、結構自分ですね、ボックス買ったんですけど、被りが多くてですね、あんまりコンプリートがまだできてないんですよね。あと右側のスターダストもですね、地引きで2枚当ててますね。この辺のですね、リリーフも欲しいんですよね。ジャンクシンクロンもリリーフが持ってなくて、今捜索中ですね。あ、このページはですね、ホープライジングのプリシクをですね、探してるんですけど、なかなかなくてですね、リリーフは2枚地引きしてるんですよ。なんかですね、同じようなカードばっかりですね、ダブっちゃうんですよね。あとこっちの左のスーパーノヴァのですね、リリーフも欲しいですね。こう見ると結構まだファイルに空きが多いですね。ここの竜王神話もですね、どっかでプリシク見たような気はするんですけど、持ってたかなと思って買わなかったんですよね。いや、買っとけばよかったな。このギャラクシーアイズのレリフとかもですね、なかなか落ちてないんですよ。ストレージとか特化品見てるんですけどね。お次ですね。この辺になると結構再録も多いですね。ベイゴマックスとかもですね、なんか昔ものすごく高かったみたいなんですけど、今こんなに再録されちゃって値段は落ち着いてるでしょうね。お次のページですね。あー、来ました来ました。ここですね。イントゥーザブレインズ。今回買ったのがこちらのプリシクになりますので、このポッケに入れようと思います。よし。いや、いい感じだな。この1ページ揃うと結構かっこよく見えますよね。あとここですね。青い涙の天使ですね。これのプリシクがあれば、このページはもう見開きが完成することになりますね。最後が運命の囚人ですね。ちょっと待てよ。ご覧の皆さん、とても残念な報告が追加でございます。なんと運命の囚人も持ってる。まさかの4枚中2枚がダブリっていうですね。これちょっと動画化できるのかな。多分してるとは思うんですけど、やっぱちょっとカードショップ行く前にはあれですね、持ってないカードとかをこう携帯のメモに入れとかないといけないですね。こういうコンプリート企画はですね。何やってんだ俺は。一応次が最後のページですね。最後ですね、地味になかなか見つからないんですよ、このトリックスターライトステージのリリーフがですね。なんかストレージとかに入っててもおかしくはないと思うんですけど、一回もまだ出会ってないんですよね。ということでですね、もうちょっと軽くにはなるんですけど、僕のヒスコレコレクションのファイルになっております。ちょっとまだ空きが多くてですね、まだ全然お見せできるレベルではないんですけど、ちょっと地道にですね、カードを買ってですね、ファイルを埋めていこうかなと思っております。全部埋まった暁にはですね、もう一度このファイルの紹介をできたらなと思っております。ヒスコレはですね、結構お値段、ブラマジとかですね、ブルーアイズ、レッドアイズ以外はもうだいぶ落ち着いてますので、コレクションしたい方はですね、安めにコレクションできるので、これから始めてみてはいかがでしょうか。ちなみにヒスコレで一番お気に入りのカードはですね、このカオスソルジャーのプリシクになっております。これですね、カードラボでボックス買ったら地引きできた思い出の一枚ですね。なるべく早くですね、このファイルをコンプリートして皆さんにお見せできるように頑張ろうかなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。